腹筋運動だけをやって他のウエイトトレーニングとかやらなければパンプの種目しかやってないことになるんです。ですから腹筋が思うように割れない。北島達也です。今回はですね、9割の人が間違っている腹筋の事実というテーマでやっていきましょう。なぜこの9割の人が間違っているという腹筋に対してのテーマになったかと言いますと、お腹を引っ込めたいとかシックスパックにしたいとか V シェイプを作りたいっていうさまざまな質問が来ているんですけども、その反面ですね、その質問の中に含まれていることがですね、かなり勘違いしている人が多いなと思いまして、これを勘違いしたままですと、腹筋が割れたりとかウエストが細くなったりとか V シェイプがきれいに出たりすることができないので、今日はそこを掘り下げていきましょう。まずですね、腹筋がうまく割れない人、多くの人はですね、腹筋運動をやっていれば腹筋に十分な刺激が入っていると思っている人が多いんですよね。例えばプランクであったりとかクランチであったりとかシットアップ、古代からある腹筋運動ですね、これをやっていれば腹筋に十分な刺激が入っているって勘違いする人が多いんです。ですからこれが間違いである証拠に、ボディービルダーとかフィジーカーよりも腹筋だけをやればいいやっている人、よく一般の人がいるんですけども、そういう人たちが意外と腹筋が割れていないとか腹筋のバルクがなかったりとかお腹がへっこんでないっていうのを目にしたことがあると思うんですよね。例えばボディービルダーやフィジーカーであればコンテストの時に腹筋が割れてるのは当たり前なんですよ。でも一般の人がお腹だけでいいんだって言ってて2年も3年もやってて割れてないっていうことがすごい多いんですよ。これはなぜか、腹筋運動そのものでは腹筋を割るほどの強度が与えられていないんですよね。どちらかというと腹筋運動と言われているものはパンプアップに属したものです。ですから筋肉を大きくしたいって言ってパンプアップだけをやって重いものを一切使わなければなかなか筋肉が大きくならないのと一緒で、腹筋運動だけをやってですね、他のウェイトトレーニングとかやらなければ、パンプの種目しかやってないことになるんです。ですから腹筋が重いように割れない。で、例えばですね、スクワットでも腕でもアームカールでもベンチプレスでも何でもいいんですけども、フリーウェイトを用いてですね、もしくはフリーウェイトじゃなくてもですね、ケーブルマシンとかでもですね、他の筋肉を限界を超えるまでやってあげるとですね、その時に腹筋にものすごい力が入っているんです。これはもう限界を超えるような力を入れて体を固定しているので、実は腹筋運動のようなパンプ種目よりもよっぽど強度が高い刺激が腹筋に入っているんですね。ですから腹筋運動だけをやってお腹だけ割れればいいやって思っている人はですね、それでは腹筋が鍛えられていない。ですから多くの腹筋だけをやろうとしている人はうまく割れない。じゃあ今度はですね、その腹筋運動ちゃんとできてて、例えば自分はちゃんとボディービルやフィジークのようなトレーニングをしているので大丈夫だろうという人だけど割れない、これはただ単にダイエットができてないっていう場合が多いですね。この腹筋がいくらあってもダイエットをして体脂肪を落とさなければまず腹筋は割れてこないというか見えないですからね。で、この体脂肪を落とすのに運動の強度を上げようとか有酸素を増やそうっていう考えもあるんですけども、まあこれはうまくいきません。有酸素を何時間やったところで食べ放題やったらですね、逆に太ってしまったりしますし、あと食べ過ぎたからって有酸素を増やしすぎたら今度は活性酸素もたまるしコルチゾールも出るし悪い方向に行って筋肉も落ちてしまうわけですね。で、筋肉落ちるだけじゃなくて老化も始まってしまいます。ですから食べ物を控えて適度な有酸素運動とガツンと強い刺激を入れるウエイトトレーニングをやってあげるっていうのが腹筋を割るためには絶対に必要なわけですね。じゃあ、あともう一つですね、意外と下っ腹が出てしまうのは横隔膜が弱いっていうこともあるんですよ。横隔膜っていうのはこの胸の中にある呼吸をする筋肉ですね。この筋肉がですね、ちゃんとこうぐーっとこう筋肉というか、まあ内臓と筋肉の間ぐらいのものなんですけども、これをこうで深呼吸をしてあげるとですね、こうぐーっと胸が持ち上がってお腹が引っ込むっていう、このバキュームっていうんですけど、これがちゃんとできる横隔膜の強さがないとですね、下っ腹がぽっこり出てしまうので、これはですね、腹筋運動とかウエイトトレーニングとは別にですね、バキュームという息をぐーっと思いっきり吸い込んでお腹をこれ以上へっこまないっていう状態を15秒とかキープするような運動を取り上げてあげるといいですね。あともう一つですね、実際にウエイトトレーニング、ワークアウトをやっている時にですね、呼吸法がすごい大事になっています。このバキュームをした状態に近い状態ですね、この腹式呼吸のような感じで胸をぐっと持ち上げた状態で押し上げてあげる。こう力を入れるときにお腹がこう出るような
やり方をしてしまうとですね、これも横隔膜を使っていないですし、あの体の使い方がおかしくなってきてですね、お腹が出てくる原因にもなるし、あと腰痛の原因にもなったりしますので、ウエイトトレーニングをやるときはですね、必ずこうグッとこう引き上げた状態で、胸をちょっと上げたような状態をキープして押したりとかこう引いたりとかですね、スクワットなんかもしゃがんだときは呼吸を止めて、上げたときだけ呼吸をするような感じで体の安定させるっていうことが大事なんですね。これが回り回って腹筋が出てくるっていうことにもつながるので、ぜひそういうところもちゃんと細かくチェックしてやってあげると体はガラッと変わってきますので、腹筋が今割れてない人はですね、ぜひこの方法を試してみてください。